どうも、底辺アクアリスト黄昏です。まずはご報告ということで、ついにチャンネル登録者数が5000人を突破いたしました。苦節10ヶ月、やっとキリのいい数字になったなと思います。今後は引っ越しや生活の変化などで大変にはなると思いますが、変わらずご愛顧のほどよろしくお願いいたします。5000人突破したということで、記念ライブ配信なども行いたいと思います。日程や内容などの詳細に関しましては、追ってツイッターやインスタグラムで告知しますので、まだの方はぜひフォローして要チェックです。というわけで早速動画に移りたいと思います。今回はとあるメンテナンスツールのご紹介です。皆さんが一度は憧れたことのある製品だと思います。それがこちら、 ADA のプロシザースウェーブです。というのは嘘で、 VIV のウェーブシザーです。以前一度紹介したADA に寄せに寄せている中華ブランドのハサミです。なんでこれを購入したかというと、安かったからですね。実はこのハサミ、2000円台で買えちゃうんです。ADA のプロシザースウェーブは1万1000円なので、このハサミが4個買えちゃうんですね。まあ、その分性能も作りもADA はピカイチなんですが、自分にはそこまでこだわるほどの力量もないんで、安いやつでいいかと思い購入しました。また今回この VIV のハサミを選んだ大きな理由がもう一つあるんですが、それは切れ味です。現在持っているのは ADA のドゥアクアとドゥアのハサミなんですが、以前購入した VIV のハサミも負けず劣らず使いやすかったんです。手に持った質感やクオリティも高く、以前の動画では ADA すごいパクってるというような趣旨の動画にしたんですが、実はちゃっかり愛用してました。そんなこんなで憧れのウェーブシザーもVIV のものを購入したわけです。それでは早速詳しく見ていきましょう。では開封していきます。まず出てきたのは、いつもの逆さにすると ADA のロゴそっくりの VIV マーク。 VAV にしないあたりがなかなかのセンスですね。質感は ADA と同様、テッカテカではないマットな感じで、非常に高級感があります。このクオリティは正直 ADA 以外の製品ではトップクラスかなと思います。残念なことに自分は貧乏なんで、本物のプロシザースウェーブとは比較できないんですが、とても2000円台とは思えない精巧さです。特に自分が一番気に入っているのは、このウェーブの曲線具合です。1000円から2000円のウェーブシザーは、あまり曲線の角度がなく、ウェーブとは言えないような緩やかさなんですが、このハサミはしっかりと波打っており、ウェーブシザーという名前に負けない作りになっています。開閉の間隔も軽すぎず重すぎず、しっかり手に切った際の感覚が伝わるようになっています。刃先のカーブ具合もしっかりついていますね。これなら前傾層も楽々切ることができそうです。ちなみにドゥアのハサミとの比較がこちらです。質感が違うので何とも言えませんが、隣に置いても違和感のないクオリティですね。それでは
一番気になる切れ味を見ていきましょう。今回は伸びに伸びきった水草をついでにトリミングしていきます。サクッと切れます。先ほど伝えた通り、開閉の重さが絶妙なんで疲れないけどちゃんと切ってる感覚が伝わってきます。しっかりカーブしているので、いろんな角度からハサミを入れられて楽しいですね。ウェーブシザーを使ってみた感覚としては超万能って感じですね。通常のストレートやカーブのハサミは結構手を垂直にしないと角度をつけて切れないんですが、ウェーブシザーの場合は刃先の曲がり具合もしっかりしているので無理な位置に持っていかずに済みます。これだけで前傾層から後傾層、そして壁際の水草も難なく切ることができます。本当にオールラウンドで使用できるため文句なしのハサミです。というわけでいかがだったでしょうか。 ADA のプロシザースウェーブ、気になってるけど高くて手が出せないという方にはマジでおすすめです。値段以上のクオリティでトリミングが楽しくなること間違いなしです。ちなみに気になる購入方法なんですが、アリエクスプレスというサイトで購入可能です。 VIV シザーと検索すると出てきます。アリエクスプレスの利用方法などは調べると簡単に出てきますので、興味のある方は調べてみてください。海外のサイトは怖いという方はメルカリを使うのも手です。結構中華製品を輸入して販売しているアカウントがあるんで、その方にコメントで在庫の有無を確認すれば購入できると思います。こちらの方が 2,3 日で手元に届くので価格と相談して決めるといいです。マジで 2,000 円のクオリティではないので、気になった方はぜひ購入してみてください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録とかしていただけると動画制作の励みになりますので、ぜひお願いします。それではご視聴ありがとうございました。